高橋海人過去の意味深インスタ投稿エンドの意味が今判明した。有村架純が子供を欲しがっているとの情報で今後の活動はどうなるのか。こんにちは、スコープ芸能です。昨年末に女性セブンに女優有村架純さんと3年交際が報じられたキング&プリンスの高橋海人さん、たびたび交際の匂わせで炎上していた高橋さんですが、今度はインスタグラムで破局を匂わせかとファンらの間で話題になっているようです。これまでの交際匂わせは、22年7月に有村さんが桜井有吉座夜会にゲスト出演した際、ネットショッピングで買ったという業務用のガリを披露し、自宅でお酒を飲む時などにつまんでいるほか、料理にも使っていると話していました。そして昨年3月11日のキンプルでは、高橋さんがめっちゃガリが好きで毎日食べていると発言。この他にもテレビ番組で昨日サムギョプサルを食べたというと、他の出演者にどこで食べたと突っ込まれ、実家というか住んでるハウスとテンパってしまったため、有村架純と食べたのか、一人でサムギョプサル食べないなどと SNS で話題になっていました。この交際報道に双方の所属事務所は、ドラマで共演をして以来仲良くさせていただいていると回答しているため、ほぼ事務所公認となっています。そんな中、ファンを騒然とさせたのが1月末の高橋さんのインスタグラムのストーリーズの投稿です。高橋さんによく似たキャラのイラストが不機嫌そうな顔で描かれており、かぶっている帽子にはエンドと書かれています。この投稿にファンからは、破局したのか、エンドは意味深、何が終わったの、最高の匂わせなどと SNS がざわついたのでした。そして今度は4月3日に高橋さんが自身のインスタグラムを更新し、25歳の誕生日を迎えたことを報告したのですが、今回の投稿が一部ファンをざわつかせているといいます。高橋さんはこの日、巨大なケーキ写真とともに、皆様本日付で25歳になりましたと誕生日を迎えたことを報告。そして0時00分永瀬廉くんがくれたおめでとうのメッセージに感動しております、いつもありがとうと永瀬さんからお祝いメッセージが届いたことも明かしました。またファンに対しても、みんないつも本当に応援してくれてありがとう、たやすな想像&努力、ワクワク、ご恩とご縁を大事に羽ばたきたいと思います、楽しいことたくさん届けるね、よろしくお願いしますと綴っています。今回高橋さんはインスタの中で、たやすな想像という言葉を使っているのですが、これが一部ファンの間で有村架純を匂わせているのではないかと憶測が飛び交っているのです。というのも、有村さんは今年2月「ソン」というタイトルの写真集を発売しました。このタイトルについて有村さんは以前、想像することを人生で大切にしているという思いから写真集につけたとインタビューで語っていたのです。そのため高橋さんが誕生日という大切な日に「想像」というワードを使ったことに対し、一部キンプリファンの間では、誕生日メッセージにいきなり「たやすな想像は浮いてる気がする」「有村さんの影響を受けてるのかな?」「まだ付き合ってるのかも」などと交際継続を疑う声が飛び交うこととなりました。とはいえ、想像という言葉自体は珍しいものではないため、他のファンからは、ただの偶然では、さすがに匂わせなんてしないと思うという声も飛び交っているようです。果たして今後、高橋さんと有村さんに新たな動きはあるのでしょうか。そんな有村さんですが、2018年12月のシネマトゥデイのインタビューで、子供は絶対に欲しいとした上で、結婚については、理想の年齢は30歳くらいと語っていました。さらに有村さんは、結婚出産後は育児に専念し家庭を優先したいとも話しています。また2023年4月9日放送のおしゃれクリップに高橋さんが出演した際、父親からのメッセージで、パパが元気なうちに孫とキャンプに行きたいので、早く結婚しても許されるようなスーパーアーティストになってくれという言葉が話題になりました。
このことから高橋さんの父親も有村さんと息子の交際を知っていて、子供を望んでいる可能性があるとされています。また有村さんの年齢を考えても、結婚するときはでき婚という可能性もあるのかもしれません。また2024年2月現在、有村さんが妊娠しているという情報はありませんでしたが、有村さんは2023年12月のレコード大賞の司会を自ら降板しています。レコード大賞の司会は2年連続でするというのが通説。1年で司会を降板したことも妊娠中と噂されることとなりました。そんな中、スノーマン目黒蓮さんが7月期のフジテレビ系月9ドラマに初主演し、ヒロインを有村さんが務めることが報じられました。これについてスノタンのメメファンが、有村はジャニオタなのとざわついているといいます。所属タレントと一度でも噂が立った女優は、いたずらにファンを刺激したくないからと事務所側が共演することはありませんでした。その常識を覆すような今回のキャスティング、どのように実現したのでしょうか。2022年12月に公開され、興行収入約13億円を稼ぎ出した松竹の映画月の満ち欠けの成功があったからでしょう。目黒と有村はこの作品で熱いラブシーンも披露していたのに、これだけの興収があったのはジャニオタからの反発も少なかったという証明です。月9制作側も2人の相性の良さを感じたのでしょう。ただこの2年で伝えられた有村の周辺事情に抵抗するファンが増えていなければいいのですが、とテレビ関係者は語っています。フジテレビとしては視聴率が低迷する月9の現状を打破したいようです。目黒さんと有村さんのコンビでうまくいくことを前提に、映画化の話も水面下では進行しているともささやかれています。2021年に公開された菅田将暉さんと有村さんの花束みたいな恋をしたは38億円を超える興収を記録。昨年公開された目黒さんと今田美桜さんの私の幸せな結婚も約28億円の興収を残しています。新たなゴールデンコンビとなるかどうかは、スノタンやメメファンの反応次第というところかもしれませんね。熱愛報道後、この件についてノーコメントを貫いている高橋さん。ファンが憤る状況で、高橋さんは1月12日にはインスタグラムを更新しています。熱愛報道後初の投稿で、内容はダンサーで振付師のリエハタ氏とのコラボダンス動画だったのですが、報道に関して完全に沈黙を貫いていることから、踊っている映像を見せるよりファンに言うべきこと、説明すべきことがあるのではという声が続出し、コメント欄は荒れることとなります。またインスタを投稿したタイミングがキンプリ MC の番組プレミセの放送時間だったことで、推しが MC の番組が放送中に推しのインスタの更新通知をしてしまい、集中力をそがれてしまったという声も多く上がっていました。また炎上のもう一つの理由は、コラボ相手がリエハタ氏だったということです。リエハタ氏は元キンプリでナンバーアイの平野翔さんのファンから交際説が浮上し、匂わせやファンを煽るような投稿は控えてほしいなどと言われてしまっているダンサーです。1月8日にリエハタ氏は自身の X で一連の誤解や憶測が飛び交うことを懸念する内容を綴ったばかりだったのですが、そんな状況にもかかわらず、高橋さんが熱愛報道後の初投稿で、しかも自分の番組が放送中にコラボ動画を投稿したことで、カイト君、リエハタさんがすごいダンサーなのはわかるけど、このタイミングで出す動画じゃなかったのかも。翔君の方でかなり叩かれたの知ってるよね。元メンバーがこの振付師と絡んで大荒れして、タジーのファンからも絡まないでほしいって言われてるような振付師とコラボして、それを自分たちが MC を務めさせてもらってる番組の放送中に投稿するんだ、配慮なさすぎだよとインスタが炎上し続けてしまったのでした。熱愛に油を注いでしまった感のある高橋さん、 SNS の難しさを痛感させられる出来事でしたが、怒っていたファンがまっすぐに高橋さんを応援できる日が来ることを願いたいですね。今後の高橋さんの動向に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。